Hello everyone、どうもこんにちは。 TGK Light Up チャンネルへようこそ。キーパーコーチの高森です。早速始まったわけなんですけど、2回目ですね。前回の1回目の動画ですね、撮った後にチャンネル名どうしようっていう感じになって、完全に後付けで高森 GK で名前が光なんでライトアップ、TB っていうことで名付けました。完全に後付けです。あの TKG 卵かけご飯ではないので、ぜひ間違えないでいただいて、はい。で、今回はあのキーパーコーチの日常をちょっと紹介していけたらなと思うんで、ちょっと今からスクール行く準備をするので、その様子からですね、ちょっと撮っていきたいと思います。いきます。はい、準備完了しました。ですね、実はそのスクールの車っていうのが2台あって、こっち系なんですけど、大きい車もあるわけなんですね。で、今日は筑紫野港に行くんですけど、私が荷物を持って行って運転をするので、あのこっちの系の方の車に今日いる用具を詰め込んだ感じです。私車の運転ちょっと苦手で、大きい車運転できる自信がないんですねなんで、K の方でいつも行ってます。で、今日はクロスの練習をするので、ちょっとゴール使わないので、ゴールは持ってってないんですけど、普段はここにゴールが入ったりします。少年用のゴールが。で、今日はここにこのリバウンダーっていう、こうボールを跳ね返すような用具であったりとか、あとはボール4号球と5号球、あとコーンとか、あとビブスですね。あとはまあカメラとか三脚が入ってきます。はい、準備はこんな感じです。はい、今荷物の準備が終わって事務所にいるんですけど、サッカーコーチって指導だけしてるイメージというか、まあ、夕方にスクールに行って、なんか練習して、みたいなイメージだと思うんですけど、実は練習の他にもいろいろやることがあって、午前中とか練習行く前とかはそういう作業をパチ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 してます。で、何をやってるかっていうと、まあ、うちの場合だと、毎回練習の動画とか、をこう短くして、こうダイジェストみたいな感じで YouTube に上げてるんですね。リンク下に貼ってるんで、もしよかったら見てみてください。で、それをまあ動画を作ったりとか、あとはまた後日詳しく紹介もしようと思ってるんですけど、オンライン、まあ、いわゆるネットとかを使って、ゴールキーパーの指導、直接こう教えに行くんじゃなくて、例えばまあ福岡と大阪とか、ちょっと離れたところとか、福岡の中でもちょっとなかなか行けない、練習に私たちもスクールがあるので、なかなか行ってあげられないっていうのがあるんで、まあチームとか、他のチーム、部活のチームとかに所属してる、ゴールキーパーの子たちに対して、こうオンラインでいろいろキーパーの指導とか、あとは、分析とかっていうのを、しています。で、そういった作業を、まあ、午前中であったりとか、まあ、こういう練習行く前の時間に、パソコンでパチ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 やってます。はい。で、そろそろ時間なので、行きたいと思います。はい。なんか静かね。はい。筑紫野港、到着しました。で、はい。筑紫野港は山沢コーチ、こんにちは。こんにちは。山沢コーチと、こんにちは、山林コーチの2人で、これから準備してトレーニングしていきます。
8必ずキャッチ。OK？ はい、毎回やるんだよ。はい。はい、はい、そう。はい、ここ。ここ、はい、そう。OK。OK。腕振って、そう。はい、1! だけでやっても意味ないから、日頃からやってください。いいですか？はい。はい。じゃあ、勝負。勝負。ありがとうございました。勝負。勝負。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今、筑紫野校が終わりまして、ちょっと反省会をしてから帰ります。なんか今日テーマが守備範囲広げることだったんですけど、出れる範囲を。ポジションのちょっと修正とスタートゆっくり移動は速くって言ったので、うん、だいぶ広がったよね。まあ、ポジションはよくはなってたと思う、うん、最初に比べたら最初みんなボール張り付いて低かったけど。あ、はい、じゃあ筑紫野校お疲れ様でした。お疲れ様でした。した。ヒカキン TV。絶対これ使わない。はい、今筑紫野校から帰ってきました。今日はクロスのね練習をやったんですけど、まあテーマもしっかり絞ってはっきりして子供たちにもしっかりね伝えることができたんで。最後の方とかもすごくいい形でねキャッチする選手がいっぱい増えてきたんで、すごく良かったんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで、まあ今日はゴールキーパーコーチの一日ということでビデオを撮りました。またねいろいろ他の校とかもあるので、ぜひぜひそっちの方でもビデオとか撮っていきたいと思います。では今日はこの辺で終わります。さよなら。